す、アクテガと申します。明けましておめでとうございます。今回はですね、十二獅子召喚獣の歴史紹介動画となります。はい、そこの前、アクテガって十二獅子使うん絶対嫌とか言うてたんちゃんとか思ってる人、その通りですね。はい、すいません、すいません、すいませんでした。反省してます。まあでもこれはちょっと言い訳聞いてください。これはリクエストがあったから組んでるだけですからね。はい、現に僕も、1週間も経たずに崩し進めますから。どうせ崩します。これ多分この動画出る頃には崩してますそういう感じのツイートしてると思うこの動画出る頃にはね。はい、それじゃあまあ言い訳をつって言われても知らん知らん、このこと参考になったらええねんみんなはい、それじゃあ内訳説明していきます。チョリゾの魔術3枚、シドクの魔術3枚、黒牙の魔術師3枚、交際の父3枚、これなんていうの、白翼の魔術師2枚、警官の魔術師2枚、ドクロバットジョーカー1枚、ラスターピー1枚、ドラゴニアのビーフス1枚、モルバラット3枚、バイパー1枚、そして、沈黙の魔術師案です。沈黙の魔術師、内輪の魔術師3枚、増殖する字が3枚、モンスター以上です。魔法カード、ハーピーの羽根ボク1枚、揺れる魔術師1枚、ペンデュラムコード1枚、清掃のペンデュラムグラフ2枚、十二支の開局が3枚以上です。で、罠カード、時空のペンデュラムグラフが2枚、虚無空間1枚。はい、以上です。次に、まあエクストラデッキ、爆竜剣士イグニスター P1 枚、エンライドメントパーキン1枚、サイフレームオメガ1枚、スターダストドローン1枚、ゴリゲンシダイナスター P1 枚、で十二支ダイグリス1枚、ワイルドボー1枚、ブルフォーン2枚、ドランシアが2枚、ダイガスタイメラル1枚、清掃国の聖光の魔術師1枚、ホープ1枚、ホープライド1枚。で、サイドデッキ、次元障壁3枚、王宮の鉄壁3枚、激流層3枚、王宮の直面1枚、エキセントリックデーモン2枚、ツインツイスター3枚。以上になります。それじゃあ、説明してみましょう。超リゾマチチ3枚。これなんですけども、2枚でいいんじゃねえかっていう思いがちょっとあるんですよね。まあ、手札から出てきて、デッキから持ってくるっていうんですが、そんなエクストラデッキから読書もできないんで、そんな積んでも意味ねえんじゃねえかっていう点なんですが、やはりチューナーっていう点プラス、まあ1枚でアドを稼げるっていう点で可能な限りで積んでいいんじゃないかなと。で、この辺、シドク、クロリバ、交際目。これら辺は3枚でいいでしょう。破壊されるとフィールド上の表側表示1枚破壊。破壊されると墓地の闇属性の魔術、魔法使いを1枚。デッキからペンデュラム、グラフカード。ペンデュラムグラフカード1枚。まあこれなんですよ。これは3枚入れてていいと思います。1枚でアドを取れるカードなんでね。破壊されたりなんかしたら。まあ、1番は時空のペンデュラムグラフがあるときに死毒はあると非常に安定するかなって感じがしますね。で、交際なんかは、これもアドを取れるカードの中一つなので、清掃のペンデュラムグラフの時空を持ってこればあるので、まあ、黒キバがちょっとまあ、後半に使うカードですよね。墓地に落ちてないとダメなので。初手に使うんだったら交際と死毒っていう感じかな。で、白翼なんですけど2枚。迫力いらねえじゃねえかって言うんですけど、僕的にはやっぱチューナーが必要な時あるんですよね。レベルのチューナーという点が。やはりまあ、それだけでも重要なんじゃないかなっていうのはあります。2枚入れました。低スケールが欲しかったっていうのもありますさ。で、警官ね。まあ、間違いなく必須感ですね。これで、ドクロバットジョーカーが1枚もいいでしょう。ラスター P。まあ、これも必須でしょうね。さすがに。他にもマスター P などを入れたい区はあるんですけれども、マスター P なんかちょっと相性いいんですよね。こっち破壊して持ってくるっていう感じがあるから、入れてもいいんじゃないかな。で、モルバラット3枚、バイパー1枚、ですかね。で、ドラゴニアの15枚1枚ですね。この辺がまあいいでしょう。バイパーが2枚の構築あるんですけど、ちょっと僕的にはスペースがなかったんで、はい、で、沈黙の魔術3枚、まあ、これが一番いいね。まあこのデッキでオリジナリティかっこ笑いを見せるんやったらここぐらいしかないか。沈黙の魔術師なんですけども、魔法使い族リリースして召喚するっていうのがあって、まあ魔法使い族いっぱいあるんでね、よりどりみどりなんで、まあ、一番重要な点は清掃のペンデュラムグラフの発動条件を満たすってことですね。魔術師をリリースすれば、まあ、通常召喚してこれらを召喚してリリースして清掃ペンデュラムグラフを貼ってリリースしたらサーチできるっていうのがあるんで、まあ、あと、プラス、このデッキだと、ハンド確保が非常に容易なんですよ。いっぱいハンド、いっぱい増えるよなので、攻撃力が3000になることもそんな珍しくはない。打点要因としてもなかなかに優秀なカードではあります。
で、まあ魔法使い族なんで、まあ他の何かに使えることがある可能性がある。ないけどな。このデッキだとないけどね。で、増殖数字3枚。で、魔法カード、アービーの羽が大きい、ユニバーシー、ペンディラムゴール。これはもういいでしょう。で、清掃のペンディラムグラフ。まあ、サーチするカードなんですけれども、3枚入れるとちょっと事故る感じがあったんですよね。ですので、2枚ですね。で、開局3枚。で、罠カードが時空のペンディラムグラフと、キョンが。時空のペンディラムグラフはちょっとね、1枚では絶対足らないと思うんで、積み得のカードと思ってます。3枚だとさすがにっていう感がある。から2枚ですね。これがないと王宮の直命とかを突破しにくくなるんですよ。非常に。で、キョンくんか。で、もう、エクストラデッキ。バグニシェイグニスタピー1枚ね。うん、このデッキだと2枚ぐらい欲しい時あるんですよね、これ。もう出しやすさ足ないんで。うん。まあ、自分のカードを割って、自分のカードをデッキに戻しつつ、清掃のペンデュラムグラフの効果を使うみたいなことができるんで。はい。で、エンラジオでパラディ。魔術師、魔法使いペンデュラムモンスター。ペンデュラム、魔術師ペンデュラムモンスターを素材としたとき、墓地の魔法カード回収っていう効果あるんで。この駅だと特に羽暴起、夢の魔術師、ペンデュラムポールといった制限カードをだからまあ、それらを回収できる可能性があるんで、入れてでいいと思います。で、サイフレオメガ、スターダスト。スターダストドラゴンは、なかなか強い句はあるんじゃないかなと思ってる。自分の中で。結構便利です、これらは。うん、自分のペンデュラムグラフを守りつつ、これらも守れるっていうのがあるんで、特にこじ開ける、眠りでこじ開けてくるっていうのをちょっと防げる。で、ダイナスター P。これもね、これがあるからこそちょっとマスター P 入れたい感があるんですよね。うん。で、巡視隊ですね。まあ、この辺はいいだろう。もう語りたくないわ。エメラルもいいわ。で、聖国のデッキからサーチするカードなんですけど、1枚にしました。2枚出すことあんまないんで、このデッキ。2枚、まあ、立たしてると強いんですけどね、あらゆるカードを守れるし。で、ホープ、ホープライト。はい。じゃあ、サイドデッキ、次元障壁3枚、大きな鉄壁3枚か。まあ、この辺はいいでしょう。特に大きな鉄壁は、ノイドに、ちょっとね、ノイドがちょっと強すぎる感があるんでね、今。うん、まあ、ですので、ちょっと入れてます。除外はちょっと弱いんでね。まあ、ここのデッキで言うならば、調律の魔術師のデメリットを消せるっていうのがあるかな。貼ってれば。で、激流素。エクストラデッキから特殊召喚した。まあ、例えば、交際とか、これらのあたりを能動的に使えるようになるっていうね。相手を除去しつつ。で、王宮の直命。まあ、これだと自分も弱くなるんで、あんまり嫌なんですよ。うん、まあ、唯一、ノイドに対抗できるのこれですよねって感じするな。芝刈り防ぐっていうのもあるし。で、エキセントリックデーモン2枚。で、ツインツイスターが3枚。はい。まあ、そんなところですね。はい。まあ、自分の中で沈黙が余計だなとは感があるんですけど、ちょっとまあ、うん、自分の中でオリジナリティを出したかったって言ってます。はい。まあ、抜きたいなら抜いても大丈夫ですよ。はい。はい、それでは以上になります。十二支魔術師のデッキ紹介動画でした。参考になれば幸いです。それでは、バイバイ。